1994年アジア競技大会は1994年10月2日から16日まで広島県広島市で行われた第12回アジア競技大会。この大会は広島市への原子爆弾投下という得意な歴史がある。広島でアジア諸国間の平和と調和促進をテーマに開催された。同大会の首都以外での開催は初めてだった。 1978年3月、当時の広島市長だった荒木武氏が広島市議会で大規模な国際的スポーツイベントを招致することを努力すべきであると表明したことから市民から開催すべしとの世論が高まり各種団体から決議が寄せられるようになった。1980年1月に当時の広島県知事の宮沢博士荒木、広島市長らが協議し、 第11回アジア大会の広島招致が決定した。招致に必要となる日本政府のお墨付きとして1984年2月に昭和65年第11回アジア競技大会の広島招致についての閣議決定が行われた。当初は11回の開催を希望していたが、中華人民共和国も北京開催を希望したことから、競合することになった。 そのため1984年9月28日に韓国のソウルで開催されたアジアオリンピック競技会総会で OCA 会長が両都市とも過去の大会よりも素晴らしい大会ができるとして仲裁によりに大会連続をセットで開催を決定することになった。これに対し1994年開催を望んでいたインドネシアを支持する東南アジア諸国などは 反対したが、賛成43、反対22、白票6で2大会連続の開催都市が決定された。旧ソ連から独立したカザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、キルギスの中央アジア5カ国の初参加や国の復興が始まったカンボジアの復帰などが注目された。一方、北朝鮮の参加拒否やパレスチナ代表の不参加などの問題もあった。 なお、イラクは1990年のクウェート侵攻以来、資格が停止されていたため、最初から招待されなかった。空手道と近代五種競技、前回大会では、デモンストレーション競技だった野球とソフトテニスが、今大会から正式種目に採用されている。福山市にある、想定競技開催記念モニュメントとして置かれている、マスコット政風神と周辺整備されたインフラ。 広島では大会開催と同時に都市インフラストラクチャー基盤の整備も期待されていた。折しも1980年代後半からのバブル景気と重なって大規模な施設が新規で建てられることになった。官民による競技施設やインフラその他付帯施設含めた投資総額は1兆3000億円と推定されている。主会場となる 広島広域公園陸上競技場を中心とする広島広域公園と選手村が広島市浅南区の丘陵地帯で開発された新興住宅地、西風新都に整備されたほか、他にも競技会場の新設もしくは改装が行われた。また、競技会場の一部が1996年開催の広島国体にも使われた。交通インフラとして、 都心部とを結ぶ広島高速交通広島新交通1号線が建設された。この路線は、長楽寺駅までは当初から計画されていたが、開催決定を受けて、主会場のある広域公園前駅まで建設区間が延長になった。また世界からの航空アクセスとして、旧広島空港の誘導路が設置できないなど、拡張の余地がなかったことから、 大型機が離着陸できる3000メートル滑走路を持つ広島空港が1993年に開港した。主会場は広島市に集中していたが一部施設が広島国体でも使われる予定であったため広島県内各地でも開催された。特に想定とサッカー女子が広島市から100キロメートル離れた福山市で開催されたため選手と役員の宿舎として福山市にある 一般ホテル二つを借り上げて、選手村、福山文村が設置された。また自転車のチームロード種目が、山口県の宇部高山専用道路で開催された。現在、それぞれの競技会場に、その記念として、モーニュメントが設置されている。大会開催を前後して、バブル崩壊し不況となり、これら施設維持が、地元自治体の財政を圧迫した。 メイン会場の広島広域公園陸上競技場は当初 2002FIFA ワールドカップ会場として立候補するも回収費用がネックとなり断念した。施設運用も都市部に偏り、不況から大きな大会を開くことができず結果これら施設は宝の持ち腐れ状態が続いた。2010年にはこれらの施設を用いることを前提とした広島オリンピック構想が提案されたが、 2011年4月14日に正式に断念した。なおかきアジア大会の次の日本開催は32年後の2026年に愛知県名古屋市の共催で開催される。ありがとうございます。